はい、こんにちは、パンダです。前回よりニャンドゥーティーの作り方、ピアスの作り方を教えてるんですけれども、今回はですね、オリジナルデザインのこちらですね、コンドルモチーフと私は呼んでいるんですけれども、こちらのモチーフを作り方を皆さんに教えていこうかなと思っております。はい、でですね、私のニャンドゥーティーは基本的にこちらのね、岩谷美恵エレナ先生の本を参考に作っていますので、そちらも概要欄貼っておきますので、皆さんそちらもね、もし興味ある方チェックしてみてください。あと、ニャンドゥーティーするにあたって、ニャンドゥーティー専用の木枠必要なんですけれども、そちら売ってるとこを見つけましたので、そちらもね、概要欄貼っておきますので、ご購入検討している方はそちらもぜひチェックしてみてください。でですね、前回私こちらのサボテンモチーフなんですけれども、こちら教えたんですけれども、今回教えるこちらコンドルモチーフ、こちらの方はね、全然作り方は簡単なんですよ、コンドルの方はね。なのでぜひね、このサボテンちょっと難しすぎたなっていう方は、こちらのね、コンドルモチーフ先に挑戦してみていただけたらなと思っております。はい、ということで、よいしょ。はい、ということでですね、では作り方をね、やっていきたいと思います。はい、では VTR スタート。はい、ではコンドルを早速作っていきます。こちらが今回の作るコンドルです。今回もこの糸がもう紡いでる状態から始めたいと思います。糸がもうここから紡いでる状態なので、いつも通りにまず左側に1回縫っていきます。はい、こんな感じ。最初はちゃんとこの結び目が中に隠れるようにキュッキュッと引っ張っちゃってください。はい、そしたら次もう一度こっちに縫っていきます。普通に全部縫っていきますね。こうやって普通に縫っていくときは、外側の方が目がはっきり離れてるので、とてもやりやすいと思います。そしたら初めの方はね、ちゃんとこれ上まで糸を上げて、あまり見えないようにね、糸を目いっぱい上の方に上げていきます。そしたら早速この右側を作っていくんですけれども、一番この右の糸を7回こうやってね、一番右の目だけ拾って これをね、7回繰り返します。はい、こうやって7回この一番右の糸をくるくるしましたね。そしたら今度真ん中のここまで普通に上下やっていきます。はい、これで真ん中まで来ましたね。そしたら今度これ1本ずつまた取って上に登っていきます。これここが今下から出てますよね。なのでちょっとひっくり返して、こう下からこの糸出てるので、この目を1本取って抜くってやると、はい、今ここね、ここだけ折り返してる、この2本だけ折り返してる状態なんですけど、これを上にまあ20回いかないぐらい繰り返していきます。そうするとこれぐらいね、糸
と詰まってできますので、ここをじゃあ、まあ18回ぐらいやっていきましょうかね。1個ずつ上に上がっていくイメージ。はい、こんな感じでね、上まで来ました。したら今こう右に糸が来てる状態なんですけど、これをですねまた普通に左側まで出し切っちゃいます。上下上下やって出し切ってしまいますね。はい、こんな感じ。そしたら今度は左側のこの巻き巻きをしていきたいと思います。これも、こちら側も7回やりましたので、同様に左側も7回くるくるしていきたいと思います。このくるくるなんですけど、基本的にこのニャンドゥーティーのここをやるときに、まあ私は最初の糸の下を針通して、まあ、順番で針の順番で言うとこう下上下上ってやってるんですよね。こうやってやればわかるかな。こういう状態でねやってるんですよ。なので毎回この1本目を下、まあ上でもいいんですけど、毎回下っていうのを揃えてやっていくと目が変にこうぐちゃぐちゃにならないと思いますので。で、私の場合はこうやって下からやるので、糸を巻く時も下から針をこうやって出して、これを7回ですね。この初めの針の出す方向というか、糸の下に入れるのか上に入れるのかっていうのは揃えといた方がいいかなと思います。はい、では7回糸を巻き巻きできました。そしたらまたいつも通りに、もう今度は端まで行っちゃって大丈夫ですね。ここもう真ん中縫ってあるので端まで、まあ、さっきの話から言うと下上下上ってこうやって端までやっていっちゃいます。はい、こんな感じで最初の糸を下から、まあ、針を下からっていうのを揃えてるので、ここちゃんと互い違いになってますね。でこれはもうこのままここ全部やっちゃいますので、これ全部で10回やってますので、今からまあこれ1個目なのでね、あと9回こうやってやっていきますね。はい、これで10回こうやって普通に編み編みしました。そしたら今度これ右に来てる状態で、この右端のこの下の部分ですね、ここをやっていきます。ここもさっきと同様、下から私は針を下からすくい上げから始めてるので、ここを3回すくい上げてくるくるしていきます。はい、ここ3回くるくるしました。そしたらここもう1回針入れて、ここに糸引っ掛けて結び目を作っちゃいます。
結び目の糸引っ張るときは手前側に引くと結構糸無駄に緩むことなくピンとねできますのでね、そんな感じでやってくださいね。そしたら今ここ結んだんですけど、まあここですね、今やったのがまたこの枠、結び目を作りながらの玉留めを、玉結びをね、端やっていっちゃいますね。手前に引っ張ってやるといい感じ。はい、これ繰り返していきます。前に引っ張って向こうに押す。はい、こんな風に玉結びが全部最後までいきました。はい、そしたら今度ここですね、ここの端をまた糸で巻き巻きしていきたいと思います。なんですけど、ここで1点注意なんですが、さっきこれ糸がこっちに行ってこう来てますね。ってことはさっき、これ私のやり方で言うと、いつも通り下から始まってるんですよね。でもう一回今度こちら側から刺すので、また下からやっちゃうと目がこの下のね、下にある目と同じ方角というか同じ方になっちゃうので、今度はこの糸をすくう時はいつも外側からこう取ってたと思うんですけど、逆に今度は内側からこの糸をこうやって拾いますね。こうやってやると次進める時ですね、編み始める時ですねがちょうど上と互い違いになるので、とこの最後だけね気をつけてもらって、いつもと逆側でやるっていうね。はい、こんな感じでね糸を包みました。そしたら先ほども言いましたように、下の目と互い違いにしたいので、今度は針が糸の上でした、上でした、いつもと逆でいきます。でこれは最後までじゃなくて真ん中の2本のところまでやっていきますね。でやると、はい、互い違いもちょうど綺麗にね真ん中まで来ました。そしたら今度この真ん中部分をやっていきます。今ちょうど真ん中のど真ん中にこの糸来てるので、真ん中の2本の右側ですねを1本拾う。ちょうどこれと、うん、なってますね。これをまたね繰り返して下まで、今度の尻尾を作っていきます。ここはあんまり爪爪にしない方がいいかもしれないです。ここ爪爪に糸が結構ある状態になっちゃうと、ここ後で
糸戻ってくるので、その隙間がなくなっちゃいますんで、気持ち緩めにしといてもらえるとあと楽かなって思います。はい、こんな感じですね。下まで来たら今度ずれないようにまたこの玉結びのど真ん中のここに入れて、でこの糸を引っ掛けて、玉結びをここにしていきますね。固定の意味で結んでおきます。そしたら今度これを、まあ、間こうやって戻っていって、なのでね、さっきちょっと緩めにしたと思うんですけど、まあこれは一回結んでるし、どうやって戻っていっても問題はないかなって思うんですけど、まあ、ここのね糸を増やしていくイメージで上に戻っていけばいいかなと思います。はい、真ん中まで戻ってきました。そしたら今度こっちから先ほど来たので、今度こっちに抜けていきたいんですけど、ここでまた注意点はこの上とちゃんと互い違いになるようですね。これが糸最後のが茶色の方が上に来てるので、下から入っていくイメージでやっていきます。はい、こんな感じですね。で、端まで来たらいつも通りにこの針の背ではなく表の方でこの間に入って糸を切ります。はい、コンドルデザインの完成です。じゃあまたいつも通り糊付けして剥がしていきたいと思います。さて、取れるかしら。じゃんじゃん、取れました。はい、ということでね、完成しました。ということで早速恒例、私の中で勝手に恒例にしてるんですけど、耳につけちゃいたいと思います。じゃらららたたんたんたん、ほら、どう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 、可愛くないですか。今日は両耳につけてお送りしております。ということで、こちらコンドルモチーフできました。うん、いい感じですね。これ前回ね作った、先ほどねオープニングでちょっとご紹介したモチーフを持ってきますね。ドゥン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 、こちらです。どうですかね、結構ねバランスがこの元のモチーフの方が下寄りで、今回作った方は上寄りになってますね。こちらはですね、単純にねコンドルでいうね首の部分を短くするか長くするかっていうところだけですので、もうねこのご自分で本当に調整していただける感じだと思うので、ね、お好きなバランスでね
作っていただきたいなと思います。もちろんね、色もね、いろいろね試していただいてやっていただけたらいいかなと思っております。ではね、よいしょ、はい、ということで今回はこのチュンリー姿でお送りしておりますけれども、コンドルがね無事できましたので、はい、ということでまた新しい動画でお会いしましょう。ではじゃあね、バイバーイ。